2023シリーズ1タイムスリップ第2弾ランキングベスト5ということで、早速最高第5位 DeNA 東選手、サンステが高めでデフォルトで QEA、 ストレートツーシーム、そして縦スラとチェンジアップの投げ分けが強いですね。現役で今シーズン復調、先発ローテの柱として純正の方にはおすすめです。第4位巨人長野選手、査定変更で登場ですね。デフォルトでミート A、 特殊で守備 B も可能で裏捨ても高め、サヨナラ男からアベレージヒッターに変更で使い勝手もアップですね。第3位広島長川選手、デフォルトで QEA、 制球が低い点だけ微妙も限界突破で中継ぎ抑えが可能で2種フォークは強いですね。変化量7はエグすぎる。第2位ソフトバンク松田選手、2年連続同一査定で登場ですね。デフォルトでパワー A、 そして守備 B、 攻守両面で能力が高いですね。過去シリーズからの継承のしやすさはナンバーワン。あつおー、1位はコメント欄に書きました。それではレッツファッキー。